ライズ・アゲインストとは、アメリカ合衆国、イリノイ州、シカゴにて結成されたメロコアバンドである。2011年リリースのエンドゲームがビルボードアルバムチャートにて初登場2位をマークするなど、結成から10年以上が経った現在もメロコアバンドの中では圧倒的な人気を誇っている。1999年、88フィンガーズ類と・ルイト、 バックスターというバンドに在籍していたメンバー等を中心にアメリカ合衆国イリノイ州シカゴにて結成。結成時のバンド名はトランジスターリボルトだった。それから間もなくファースト EP トランジスターリボルトのレコーディングを行うが完成後にドラマーのトニー・チンタリーがバンドから脱退する。後継者としてブランドン・バーンズを迎え入れ、その後バンド名を 現在のライズアゲンストへ変更。2001年4月24日、ファーストアルバムザンラビディングをリリース。それから約1年後、ギタリストのミスター・プレシジョンがバンドから脱退したため、後継者としてトッドモニーを迎え入れる。2003年4月8日、セカンドアルバムレボリューションズ・パー・ミニッツをリリース。2004年に入ると、 メジャーレーベルゲファンレコーズと契約を結ぶことに成功するも、それから間もなくとっド・もニーがバンドを脱退したため、後継者としてクリスチェッセを迎え入れる。そして同年8月10日にサードアルバム、セイレーンソング・オブ・ザ・カウンター・カルチャーをリリース。ビルボードアルバムチャートにて初登場136位を記録し、バンド初となるアルバムチャートへのランクインを果たす。 2006年7月4日、ホースアルバム、ザ・サファーザ・ウィットネスをリリース。ビルボードアルバムチャートにて、前回を大きく上回る初登場10位を記録する。それから約1年後の2007年初頭、クリス・チェッセがバンドを脱退。新ギタリストにザック、ブレイヤーを迎え入れる。2008年10月7日、フィフスアルバム、アピール・ツー・リーズンをリリース。 ビルボードアルバムチャートにて初登場3位を記録する。2011年3月11日、シックスアルバムエンドゲームをリリース。全米ビルボードアルバムチャートにて、初週に8万4000枚ほどを売り上げ、自身最高となる初登場2位を記録する。2012年末時点で、販売累計は32万枚を突破している。2013年1月、 ニューアルバム作成の開始を発表。9月10日、シングル B 面曲、カバー曲、レア音源を収録したコンピレーションアルバム、ロングフォーゴットンソングズ、B サイズカバーズをリリース。前衛アルバムチャート73位、ビルボード200チャート19位を記録。ありがとうございます。